新海和代です。三四郎夏目漱石。うとうととして目が覚めると、女はいつの間にか隣のじいさんと話を始めている。このじいさんは確かに前の前の駅から乗った田舎者である。恋は死ななきゃ治らないから。涼子でね、どうも先江はその車椅子に惚れちゃったらしいんだよ。夢見る先江だからね。奈美子へえ、そうなんだね。ところで先江さんっていくつ？涼子私と同じ。奈美子その年で恋するなんて。